はい、皆さんこんにちは。防災推奨の松江です。今回はですね、皆さん聞いたことはない方もおられると思うんですけども、室入れという、これについて、ご説明していきたいと思います。室入れと言いますのはね、ちょうど今もう秋が深まってきて、もみじなんかも紅葉がね、皆さんの棚葉なんかでも徐々に色づいてきている頃だと思います。で、このもみじなんかでももう本当に綺麗でね、その後に葉っぱが落ちていくわけですけれども、やっぱりその紅葉して、その葉っぱの糖分を木の中に取り込んで、そして、水分だけじゃなしに糖分を含んだ、水分で、冬場に、例えば、0度になって、でマイナス1度になってっていうふうな感じになった時に、マイナス1度でも少し糖分がやっぱり含まれている、水分だと、ちょっとこう凍りにくいっていうことですね。ですから木自体が耐寒性が少し出るっていうふうな感じのことで、もう木自体がやっぱりその冬に向かって自分がその寒さを耐えれるように支度しているというふうな、簡単に説明するとそういう状況なんですね。ですから、木自身もやっぱり今から冬に向けてどういうふうにして、この冬、厳しい冬を過ごしていこうかっていうふうな感じでね、考えている時期なんですけど、枝がものすごくできているものと枝がまだ、できていないもの、この2つがあるんですね。で、その枝ができていないものっていうのはまだ若きの段階です。で、枝がまだこうどんどん犠牲枝を伸ばしてとかね、いうふうな感じでこう伸ばして作ってまだ切ってっていうふうな感じで繰り返して徐々に細かい枝にしていくわけですけども、当然その太いパイプと、それからものすごく細いパイプとっていうのがあってね。で、冬に冷たいこう乾燥した風が吹きつける。で、やっぱり夜になるとね、湿度がやっぱりちょっとこう夜露とかそういうのも来ますから、そこにもう冬の寒いこう風が吹きつけると、当然こう枝先の細いところっていうのはやっぱり人間の毛細血管の細いところでしょうで、やっぱり枯れるんですよね。ちょっとしびれてしまうんですよね。ですから、室入れって言って、ちょっとこうね、室内ですとかそういったところに取り込んでやる必要がありますよっていうふうなことですね。でも基本的にはそうですね、もう本州の私のところは兵庫県の方の加西市っていうところでやってるんですけども、雪もそんなものすごくは降りませんし、比較的温暖なところで、そうですね、それでも最近なんかだったらものすごく寒い時っていうのはマイナス7度とかそのぐらいまで下がる時もありますからね。それと、日中の温度自体もだいたい5度とかね、3度とかそのあたりぐらいで、通常東京の方とかね、そういったところでもちょっとこうそういうふうな感じで、ちょっとこう東京の方だったらもうマイナス7度とかそういったことっていうのはほぼほぼないと思うんですけど、よく言ってマイナス1度ぐらいかなとは思いますけどね。でも僕らのところなんかでも基本的に雑木の大型盆栽ですとか、それから松とかね、そういったものっていうのは基本的にはもう外に出しっぱなしにしてます。でもブーゲンビリアですとか南国系のね、例えばオレンジですとか、それから金図とかね、そういうふうなやっぱり比較的暖かいところを好む木っていうのはやっぱり寒さには非常に弱いですから、そういったものっていうのはやっぱりその、室内に取り込んでやるとか、やっぱりこう温室のところにね入れてやるとかっていうふうな、そういう保護が必要ですね。そこの部分を、しっかりこう、ちょっと考えていただいて、中に入れていただく。例えば商品盆栽をどこかで買ってこられたんですけど、これはものすごく枝がきれいにほぐれて実もいっぱいついてるなって言って、秋に実を楽しまれてね、でその後に冬場自分のところの、ベランダとかそういったところにね、ちょっとこう少し発泡スチロールみたいな、そういうふうなものを買ってこられて、なんて言うんでしょうね、その穴をこうポンポンポンと開けておいてね、その発泡スチロールの中に入れておくだけでも、もう風通しとかああいうふうなのがあんまり冷たい風も吹きませんしね、ものすごく比較的あったかいです。上の方に蓋もね、夜になったら閉じ張る方もおられますけどね、
まあ、上の方の蓋はもう閉じなくてももうその発泡スチロールでこういうふうに囲いされてるっていうだけでもかなりいいですね。ただやっぱりそのそういうふうに囲いをする前にやっぱりあったかくなるとやっぱりそういうふうな肥料カスとかそれから幹についてるやっぱりその汚れであるとかそれから虫の卵であるとかそういったものがやっぱりないようにもろ入れっていうのかそういうふうにやっぱりその保護してやる前にしっかり掃除はしておかないといけませんね、木のね。そこはやっぱり、皆さんも考えて、ね、おられることだとは思うんですけど、タイミング的にいつ、まあ、こういう作業をやっていかなきゃいけないかっていうことになりますけど、僕らがよく修行中の時に言われたのは大体、まあ、寒さって言ってこう霜がね2度とか3度ぐらい、まあ、2回か3回ぐらい霜が降りたら、まあ、完全に木自体がもう冬の支度をするん でその時にもうちゃんと室入れをするようにっていう風な形ですね。まあそれがまあ分かりやすく説明すれば大体そうですね、気温が5度を下回るっていう風な感じの日が大体1週間続くとか3日4日続くとかっていう風な感じになってきたらそろそろもう室入れしなきゃいけないなっていう風な感じじゃないでしょうかね。東京ですとかそういったところの場合だったら大体12月入って12月の上旬ぐらいからかそのあたりぐらいから徐々にねそういうふうな支度を始められてもいいとは思います。あとやっぱりその秋口にものすごく強い針金をかけたりそれからものすごく強く剪定されたりしたものそういったものっていうのは小白であってもやっぱりそのちょっとこうビニールハウスとかねそういったところに入れてあげて保護っていうのは当然やっぱりその空気が乾燥してますからやっぱり傷口がねただでさえこう弱っているところに乾燥した風が当たるっていうとやっぱり菌とって良くないですからそれはやっぱりちょっと保護してやらないといけませんよね。まあ人間で言ったら手術して、まあ、ICU とか空いたところに入らずにもうそのまま自宅療養で帰ってくださいって言われているようなものでそれはちょっと無理がありますでしょ。ですからそのようにまあ考えていただければいいと思いますね。まあ若いものっていうのはまあ比較的強いですしそれとやっぱり枝がものすごくふわーっとほぐれているものこういったものっていうのはこれは気をつけないといけないなっていうふうな感じでねそういう感じでまあ簡単に考えていただければいいのではないかなと思いますね。はい、まあ次回にはね今度またその室入れに関してのことでもちょっともう少しねこと細かいにまた説明していきたいと思いますので、まあ、そういった動画も今後上げていきたいと思います。はい、今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。